皆さん、こんにちは。ハリネズミ犬ショップ生活です。こちらはね、何かというと、ABC クッキングでちびすけがもらってきました。なんかね、3回受講、2回受講だと思うんだけど、なんか、2回受講すると、なんか、漏れなくサンプリングの品がもらえるって、1回で配れよな、みたいな。なんかね、気まぐれに配って、てたりとかするんで、そのこういうどうでもいいって言ったら、あれな、何かしら、なんか企業で生徒さんに配ってくださいみたいなやつがあるらしくて、それをなんかもらってきました。この味の丸太ってね、これ知らないんだけど、九州の方は丸太っていうね、この福岡って書いてあるでしょ、ここ中華麺は丸太っていうらしいですよ。なんかね、丸太のなんかこうなんか、ちょっと私たちが想像する、ちょっとラーメンの、縮れた、こう、即席の麺じゃなくて、なんかこう、ストレートになった、そうめんみたいなやつが、あれだって聞いたことあります。これ、長崎皿うどんって書いてあるの。長崎皿うどん。私、あんまり皿うどん好きじゃないんだよね。それは、いいとしても、いただいたものなのに、文句言うな、みたいな。そして私が喋ると、うずらもうるさいっていう。今日はちょっとね、うずらをそのまま小屋の中にいるんで、結構激しく鳴くと思いますよ。でも、幸せな、鳴き声と思っていただければですね、まあ、奴らも、若干もう、大人になってきたから、あれなんじゃないかなと。で、私ね、これすごい良かったよ。調理用スープで、スープの素ってやつで、ポッカ札幌って割とスープのなんていうのかな。なんか、ちょっといろんなスープ結構出してるんじゃないですか。それで、これはそのまんまこれで、飲むわけじゃなくて、これだけで飲むタイプのスープもあるんだけど、自販機とかでね、寒い時期とかにあるのもあるんですけど、うちのちびすけがこのなんかね、自販機にはまって、このコーンスープを、もうね、自販機で買って飲むのがマイブームになった時に、もう私はもう、なんか勝手にうちのお金を持って、お金来ても、なんていうのかな、小銭を置いておく、なんかこう、入れ物とかからお金持ってって、これをなんか、ガブガブ飲んでたっていう時に、ガブガブって言っても多分、2本ぐらいが限界だと思うんですけど、いやね、内密飲んでたって言ったけども、不良かって思うぐらいなんかムカついたんですけど、でもね、自販機、自販機とかね、今ね、時代が全然違うから、コンビニとか自販機とか、ちょっと行ったら店があるみたいな、あれなんで、結構子育て大変ですよ。お金、家からお金持って行って使っちゃう方がまだ幸せ。家でお金がそういうなんか余力がないようなキツキツにすると、お店のものを持ってきちゃったりとかするっていう、あれになっちゃったりとかするんで、結構ね、なんだろう、もう時代が全然違うんで、自分と生まれ育ってきた時代ではないので、結構複雑ですよ、子育てとかも。それこ、あの、個別にその、その子その子で全然違ったりとかはすると思うんだけど、やっぱりこういう世の中で飽食だし、まあ、いろいろ物に溢れてるこういう世の中なので、一昔前と違って、なんか自分がこあんただからあんたの育て方が悪いからっていうあれでもないかったりとかするんだよ。周りの環境とかも結構、環境要因とかも結構関係してきちゃうので、その辺が結構ね、子育ては大変なんです。で、子育てをやったことがない人とか、前にやって、こう、なんていうのかな、喉元過ぎた人っていうのは、もう本当になんかね、心ないことを言ってきたりとかするんで、すっごい嫌ですよ。本当に。本当にもう、自分の子ですら、数年、経った時の、まあ、今私は子育て世代じゃないですか。でも、やっぱり、じゃあ赤ちゃん抱いてみなさいよって言ったら、赤ちゃんはちょっと怖くて抱けないみたいな経験があったとしても、全然それってすぐになんかこう、また上書きしてしまうので、なんかこうね、わかんなくなっちゃうんだよ。無理だよ。今なんか結構、子供がね、なんだ、ちよちよ歩いてるのを見るだけで、ああ、たどたどしいなって思ったり、可愛いなって思ったりとか、あとはね、なんかね、外食、飲食に、
まあ、子供を連れてくるのを見ると、すごいなんか嫌だね。しかも、その子供っていうのが、ちゃんと教育してる子供だったらいいけど、むちゃくちゃ叫ぶんだよ。あれ、なんであんな叫ぶんだろう。うちの子供ね、あんま喋んないんで、別に喋んない障害とかそういうんじゃないんだけど、ああいう場所であんま喋んないんだよね。なんかこう、静かな場所で、まあ足はブラブラぐらいはするけど、ああいうなんかの、なんか、本当になんか、ファミレスかなんかいるとさ、本当になんか騒ぎまくってなんか走りまくったりとか、雄たけび上げてる子たがいるじゃん。あれ何なのって。ああいう状況だったら、外食はちょっと控えるべきなんじゃないのって思うんですけどね。それも私のエゴなのかとは思ったりとかするけど、あれもうなんでああいう風になってるのか、私はわかんないけど、でも私たちにも息抜きが必要なのよとか言われちゃったら、経験したことがないんで、うちの子供イコールうるさいって思われるのは、ああいう系の子たちがですね、ファミレスとかで、まあファミレスなんで別に、フォーマルなレストランではないので、別にいいんでしょうけど、でもうるさいよ、あれ。だって子供のいないというか、子供がもう、ある程度の年齢になって、そういう騒ぎ方をしない人からすると、やっぱ息抜きでご飯を食べに行ったとしても、あんだけ、うわーとか、うわーとかって、走ったりとかさ、騒いだりとかしてるとさ、本当なんか、何これって思うじゃん。で、ひどい時なんかは、赤ちゃんが、けたたましい声で泣いているっていう感じ。いや、そこまでしてあんた、飯食いたいかいみたいな。両親揃ってて、赤ちゃんがギャン泣きしてて、で、まあ、一応なんか、よいよいとかして、あやしてるんだけど、でも、ガツガツ食べてるっていう。まあ、ガツガツ食べてるから、まあ、マシな方でね。それ別に、もう、のんびりふんぞり返ってお茶とかすすってるぐらいだったら、もう帰れやって思うけど、まあね、あんだけなんかガツガツして、周りにその声が、とかって思うんだったら、家の中だったら別にさ、赤ちゃんが泣こうがないし、別に迷惑にならないんだから、家でさ、食べりゃいいじゃん、とかって思うんだけどね。多分、うずらもそうなんだけど、子供、赤ちゃんもね、不快だったり、寂しかったり、構ってほしかったりとかすると、泣くわけですよ。で、泣くものに関してはね、どうにもならない。まあ、うちのうずら、今泣かねえの。うちのうずらはね、可愛がってあげると泣き止みます。あと、うず太郎とうずいちをこう面会させてあげたりとかすると、静かになります。まあ、赤ちゃんと本当に同じで、例えば餌がない、水が汚れてる、家が、小屋の、ところが汚れてるとかだと、けたたましく泣くんでね。なんか、まあ、そうじゃん。赤ちゃんとかもさ、おむつが汚れてるとか、あと、お腹減ったとか、遊んでほしいとか、寂しいとか、そういうのでなんか泣くわけでしょ。うずらを育ててて、なんとなく、そっか、とか思うよ。でも、うずらを外へ連れて行くかって言ったら、うずらは絶対外しか連れて行かない。あれなんて絶対猫に食べられちゃうもんだって。もう本当にうずら、でも、うちの近くそんなに野良猫って見かけないな。最近ね、犬のワンコの散歩とかもめっきり見かけなくなった。犬飼ってる人とかどうしてるんだろう。こういう時期だから、犬とかで感染しちゃったら、特に犬とかって多分、外でおしっこして、とったりうんちしたりとかして帰ってくると思うんだけど、でも俺、変な他のなんかワンちゃんとかした匂いとかをさ嗅いだりとかするじゃん、犬って。だから入るのがちょっと今の時期ダメなのかもしれないね。あんまりテレビとか見てないし、そもそもペットのことはあんまりテレビでやったりとかニュースとかになったりとかしないので、耳に入ることはないけれども、あとね、情報ってテレビだけじゃないんだよね。何でもかんでもテレビでやらないから、YouTuber だからテレビ見ないからとか、そんなもんじゃないよ。私はよくネットニュースとか、あと SNS とかやってると、Twitter とか Facebook とか、いろいろなとツールでコメントで何かあったよとか言ってきたりとか、
まずパッとヤフーニュースとか、あの、Google のトップ画面のところで、あの、重要なニュースとかっていうのは簡単に表示されるんで、それで目に入ってくる。で、それでもあの、あれの時は、やっぱり友達のその SNS とかの、実際の友達に会って喋るとかの前に、SNS で、あの、だよ、みたいな感じで、あの、ニュースみたいなのがこう、伝わってきたりとかするので、あとなんか知りたい情報っていうのはテレビから知るんじゃなくて、知りたい情報は本から、知るとか、あとは実際に自分で、まあ今は海外旅行とかは行けたりとかしないけれども、でもなんかあの普通に生活してる中で、いろいろね、自分で疑問を持ったら自分で調べたりとかすれば十分、なんか受動的な感じだけでいると全然それはもう受動的じゃん。自分のテレビだけで情報をあれしてるのを YouTube に切り替えて、俺 YouTube を見てるからテレビの、ね、状況が全く分かんないんですよ、じゃないんだよって。マスコミはでもテレビのあれとかは、まあでも YouTube でもね、テレビのニュースぐらいは流れてくるんで、まあ私は倍速とかで聞けるから、あ、もうめっきりテレビつけなくても、あ、これいいな、みたいな。あと、大好きなノンフィクション系の、あのフジテレビのノンフィクションじゃないにしても、特集みたいなやつあるじゃん。あれ特集を扱っている、ところだけを、こう、見たりとかしてるんですけど、結構好きなワードは、コロナ貧困とか、あとコロナ貧困で何が困ってるんだろうとか、どういう風になってるんだろうとか、他の人どうなんだろうとかって思って、うちの周りそんなになんかなんかコロナで失業したから何生活が困って、なんか子供のね、あれで辞めたとかっていう人いないからさ、全然わかんないんだけど、でもコロナで失業して本当に明日をもう、っていう感じで、家を、もう住宅ローンとか返せない人がすごく多くて、やっぱり、生活の中で、結婚した後、住むところ、住む場所の家のお金が、やっぱり一番の出どころなわけですよ。お金の支出の中での一番の出どころ。で、どうにもならないところ。やっぱり、ファミリーで住むためには、それなりの場所に住まなきゃいけないので、まあ、UR とかに住めばとかって言って、なんか、賢いというかな、小ずるいというか、まあ、知恵のあるっていうか、まあ、UR に住んでる。まあ、UR って、別に普通に団地とかでしょみたいな、私は感覚だったんだけど、結構ね、小ずるいっていうか、なんか、お金にね、これね、お金持ってるとか持ってないとか、稼いでる稼いでないとかじゃなくて、そこにお金に執着するかしないかで、全然違うと思うよ。安閑としてる、か、それともそういうの気にしないで、自分の思考を、突き進めていくのか、それともなんかケチみたいな、私は UR とか住むのはケチだなって思うんだよね。特に UR とかでも、知ってる社長で、六本木一丁目とかにもう UR の物件あるわけよ。都市開発機構とか言ってね。それは UR だってさ、六本木の物件と、千葉のさ、なんかバスの何分のなんとか団地とか、とかとは、値段はそれは違いますけど、でも普通の相場の UR は普通の物件の何割か安いわけですよ。そうするとそこに住んで、UR の空き物件を探して、その条件クリアするように、頑張るっていうか、私は UR 住んだことないんで、わかんないけど、それなりにやっぱり、なんか値引きがある分、なんか住む条件とかもいろいろあると思うんだけど、そういうのをクリアして、六本木一丁目に住んでて、みたいな。でもそこをなんか社員寮っぽいなんかな、あれにしたりとか、なんか、アドレスとかを見張ったりとか、いろんな人がいますわ、本当に。
なんか、あとはもう、ちゃんと、もう、正々堂々みたいな感じで、生きてる人もいれば、ただひたすら、なんかこう、ダンゴムシみたいに、こう、せこい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 、ケチ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 、もう、うんこ丸めてさ、生きてるみたいな人もいれば、その人のね、もう、様々。で、それで、こう、会わない人とは絶対に会わない。だから、もう住んでる、その住む、階層が違うから、階が違うから。いろんなチャンネルがあったとしても、こう、会う人と、で、自分がそういう小ずるく UR で住んでも、こう、なんか、見栄を張って、あんまお金がないけど見栄を張って、こう、もりもりの生活がしたいっていう人は、それもりもりの男と一緒にいればいいし、いや、もう私はもう、爪に火を灯すようなダンゴムシみたいな、こう、お金を貯めて生きていきたいっていう人は、そのダンゴムシ男と一緒になればいいし、のほんとした普通の人がいいわっていう人だったら、普通の不動産屋の普通の家賃払って、まあ、一緒に、こう、ね、一人じゃ、ちょっと、まかないきれないから、君を働いてよ、みたいな感じで暮らすとか、あとは、超金持ちと、一緒になりたいかっていうね、違うからさ、その、好みが。あなたはどこの、種別で行きたいんですかって。そして、自分の階層が違うところに、こう、いきなりジャンプアップして住むと、ギャップがものすごいんで、無理だと思いますよ。こう、もう、ダンゴムシ系がいきなりなんか、金持ちと一緒になったとしても、その生活すべてが全然違うから、まあ、貧乏なやつが金持ちに合わせるのもきついな。で、金持ちが貧乏に合わせるっていうのもな、まあ、いろいろきついですわ。うん。だから、自分のなんかこう、生まれ育った環境と、相手の環境と、考え方と、まあ、同じような、ところで着地するのが、まあ一番幸せ。だって、結婚とかしたとしたら、親と、その周りの取り巻きの親戚とか家族とか、兄弟とか、それも一応親戚関係になって、家と家がくっつくみたいな感じになるので、家計が大金持ちとかさ、家計がド貧乏とかで、一緒になったら、常にだって金持ちの方が見下すみたいな感じのあれになったりとかして、合わせる行事に合わせていくのも辛くなったりとかするから、やっぱ同じ価値観持ってる人の方がいいんじゃないかなと私は思うんですね。で、私のところ、なんか植草先生のところにはコメントを私はよく落とすんですけど、結構私動画とか見て、見っぱなしで終わる動画とかもあるんですよ。意見書かない動画。とか、だからそういうノンフィクションのやつとか、クリエイターみたいな人が作ってアップしてるっていうような、なんか人の温かみが感じられない動画に関しては、ビジネスでやってるんでしょうから、いちいちコメントしてもみたいな感じなんだけど、人がやってるやつは、まあなんか思ったら書くみたいな。別にその総合登録、総合視聴で自分を主張したいがために、来ましたとか見ました挨拶どうするとか、そういうのはやらないです。そういうくだらないことでね、しがらみ作っても意味がないので、そういうことはしないですけれども、見て、意見が持って、意見書こうと思った時は書くんですね。婚活もね、婚活の、今回は、とか言って言う人、結婚相談所の指南書とか言う人いるんですけど、私は結婚相談所10年以上、鼻炎なのかな、鼻にちょっとかかった感じの喋り方で、今回は、結婚相談所の連盟はいくつかあって、いろいろな人が開業して開業ブームがあって、いろいろな男性とマッチングするのがどうのこうのでとかいう。ちょっとネタが全然頭に入ってないんで、真似できないんですけど、こういう喋り方の、婚活の人、動画が上がるたびに、もう全動画見ましたわ。全動画全部見て、その方の動画を全部見て、新作が来ても見てるんだけど、だからあの方はね、Yahoo のなんとかのニュースに面白い記事がアップされました。そこから見ると、こんな感じで、こんな感じで掘り下げて話してみます。
これじゃあ結婚はできないですよね、とかって。こんな感じで喋る人がいるんですよ。ね、似てるか似てないか、まあ、ちょっと知ってる人だけが知ればいいみたいな。その人のところには私コメントをね、落とさないんですよ。気になった方は、コメント欄からじゃなくて、LINE でお問い合わせください。気になることがあれば、動画で取り上げたいと思います。って言って、あ、こいつ動画、コメント読んでくれてないんだな、みたいな感じでちょっと思ったりとか、あと、工藤さんのところはね、絶対、コメントなんか拾わないからね、拾ってくれないからね。で、そもそももう最近なんか、YouTube じゃなくて、なんか、もう他の方になって、もう、月会費絶対払え、みたいな感じで、ね、ちょっと方向性がちょっとサンプルのやつを、ちょっと聞いたんだけど、なんかちょっと、酩酊してんのかなみたいな。ちょっと私が励まされた感じじゃなくて、なんかいろいろ新婚さんいらっしゃいみたいな感じの、なんとかさんねえとか言って、なんかちょっと違うんだよな。工藤さんの中にもね、京子先生シリーズっていうのがあるんだけど、京子ちゃんっていう、なんかちょっと微妙な、工藤さんに染まった、方が、ね、いて、その人と対話形式で、なんか、植草先生を目指してる時期とかがあったんだよ。その時のやつは、ちょっとやっぱりなんか、駆動節じゃなくて、あんまりちょっと、なーって思って、ブレずにね、やっぱりラジオ形式でやってるのは、植草先生なんだよね。で、植草先生って、忙しいので、コメントなんて見てないんだけど、アシスタントの木月さんが、ちょいちょい見てたりとかするとかって言って、あんでアンチコメントは結構へこむとか言ってて、私絶対アンチコメントは、書かないようにして、で、植草先生に見てもらいたいとか思う時は、お綺麗な植草先生とかって書いたりとか、まあ今日も素敵な衣装の植草先生とか、褒め言葉を書いて、まあもちろん大好きなんで、ディスることはないですよ。全然ないですよ。もう理想的な感じで、私は何がやっぱり理想かというと、やっぱちゃんといろんなことを経験されているところ、特にお受験を経験されているところが、すごくなんか素晴らしいなと思って。結婚相談所で多分、出会う、ちょっとこう、ワンランク上のセレブ婚みたいな感じを目指してるような人っていうのは、おそらく受験とかも踏まえて、すり合わせた方がいいと思うんですよ。お金持ちの、ある程度のお金、まあ、年収750万じゃちょっと無理なんだけど、ある程度の資産とか、医師とか、そういう家系とかだったら、お受験とか絶対必須になってきて、で、そういう人の話とか、相談とかも、やっぱりやったことない人は、ダメだろうな、みたいな。ちょっとね、工藤さんではちょっと、ね、なんか、旦那さんが、むっちゃ金持ちで、一代で起業した、むっちゃ金持ちで裕福で、とは言うけど、なんか、お受験とか、子育てとかですごいなんかお受験とか下っぽい話とかはされないので、そういうなんかこう、なんかそこ本当にね、結婚して、最初に子供が、子供を産む産まないとかで、両親からのプレッシャー重圧、で、子供の育て方方針とか、いろいろあって、で、そういうところも、含めて、すり合わせとかしてないと、結構ね、小学校受験っていうのは大体、4歳とか、それくらい、4歳、5歳とか、それくらいなんでしょうけど、でもまあ、塾に行く子は3歳ぐらいから行くしね、そもそもその前に幼稚園受験とかっていうのもあったりとかするんで、もう子供産んだら次、その英才教育をするかどうかとか、本当に子供相手の、0歳児の英会話とか、あったりとかするのよ。本当に。そういうのとか、習い事とかの、考え方とかでぶつかったりとか、子供をどういうふうに育てたいか、どういうふうに、はたまた出産したいかとか、どういうふうに、したいかとかっていうのも、きちんと、先々の経験がなかったら言えない、問題で、
本当になんか子供を私立に行かせたいから、自分が学歴コンプレックスで私立に行きたくて仕方なくて、もう子供を産んで私立に行かせて優雅に暮らしたいから、年齢はもう一切もう問わないですって言って、ちょっと20歳ぐらい上の人を狙ってる人とかもいるわけだからね。そこをなんかこう、なんかそういうなんかこう、なんだろう、深いところまで、なんか人生のすごいなんか先輩的な、なんかオーラが漂ってる感じがすごい好きなので、受験とかそういう私立とかのああいうなんかドロドロとか大変さとか、結構私立とか結構大変なんでね、入るまでも大変だけど、入った後のなんか役員になるならないとか、まあ、役員になるならないとかっていうのはもう、私立とかだと、やりたい人って言ったらみんなやりたいっていうさ、そういうなんか、効率とは全く逆、効率はなるべく、それ関わりたくない。一切もう、ただもう割当てで点数がどうのとかで、もうやらないと子供が受験の狙うかもしれない高学年の時に、漏れなくなんかさ、旗持ち当番が当たってくるとか、なんか、そんなのを聞いたりとかしますけど、私立とかは内申点上げたいから、私立ってもだいたいエスカレーターでこう小中高とかって行くんで、あと幼稚園からとかでも、もうその辺でなんかもう違うんだよ。幼少中とかオールスターで来るタイプと、小学校から小中高って来るか、それか外進で中学受験で来るかで、もう結構こう階層が違うからさ、ヒエラルキーというんですか、こう違うんですよ。幼稚園からの人が一番のドンで、次が小学校から入ってくる人で、でも外進扱いが中学受験から入ってくる。だから中学受験じゃちょっと遅いんだよね。そう、私立の、まあでも中学受験からしかない、進学校っていうところに行けばね、もちろんその、なんて言うんだろう、芦田愛菜さんが入ったような、ところとか、あとなんかいろいろあるじゃん、進学校みたいな感じの麻布とか開成とか、あと女学院って小学校もあったと思うんで、なんかちょっと、とにかく中学校から入って、まあ、ギリね、高校受験で入ってくるよりも、中学受験で入ってきた方が、とりあえず小学校とかの合流できる最終的な、ところなんで、そこで入らないと、もう、高校受験から入ってきて、もう内申生と外申生と分かれるみたいな、クラスが全く混ざることはないみたいな、それもまあ学校によるんでしょうけれども、で、まあ、私立は私立で、常に、進学校とかだと、もう、毎日がテストで、毎教科、クラスが違うみたいな、能力別の授業になってくんで、感覚がね、もう普通に仲良くみんなで偏差値で、みんないいじゃないですか、平均点でとかってやってるもんじゃないから、もう、クラスがね、もういちいち違うんだよ、クラスが、の、なんか、全部テストで、順位で、ABC で決まって、ABC っていうか、まあ、1,2,3 とか、そういう数字とか、ABC だったらそれで決まってるんで、もう、漏れなく全部の教科、順位で、こう、クラスが変わる。やってることも違うし、それのクラスも、月別で、こう、変わったりとかするのかな。なんか今回、なんか、将棋かなんかで、羽生さんがさ、落ちたんだよね。A級から。私なんかね、将棋全然できないのよ。興味もないのよ。全然。全く興味ないんですけど。でも、羽生さんはなんかちょっと知ってるわけなので、ちょっとね、なんか、あ、そうなのみたいな。でも今度藤井聡太が上がってきたら、みたいな。でも私あるね、なんかテレビに出てる、なんか株主優待のチャリンコこいでるジジイのせいで、もう将棋もうアレルギーが出るから嫌いなのね。もともと将棋嫌いだったの。で、テレビで見てたのも、そもそも小学校ぐらいの時、小学校かな？中学校かな？あ、中学校だ。中学校の時ハマったのが、私、囲碁だったんですよ。だから、囲碁
講座12時ぐらいから、昼のね、12時何分から始まる前に、確か、将棋だったり、将棋の後に囲碁だったかな、みたいな。まあ、感じで、まあ、でも、ルールとか全くわかんないんで、で、将棋か囲碁かって言ったら囲碁派なんでね、もう、花から将棋好きじゃないですけど、なんか、あれでクラスが変わるわけじゃん。そうすると、なんかね、試合とかも全然そっちに A の方に食い込んでいけないっていうので、涙のとかって言って、将棋の中でも、ひふみんは好きなんですよ。ひふみんって、聖イグナチオ教会で会ったことあるんですよ。あんな鼻毛いっぱいさ、こんなもうさーっとしてんのにさ、教会にいるんだよ。四谷の聖イグナチオ教会で。で、私、なんちゃってカトリックって言うんですか、なんちゃってカトリックなんだけど、実際に洗礼を受けたりとかしてないんだけど、聖イグナチオ教会の、ボランティアとかさ、好きな神父さんがいたんで、通ったりとかしてて、で、ミサとか行ったこととかあるんですけど、私、基本的にまず宗教とか、なんか別に何の宗教ですかって言った時に、選択とかしてないんで、全く、何なのかは全くわかんない。普通の日本の、おそらく日本のなんか普通のやつですよ。日本の普通のやつですよ、多分。だから今自分がさ、亡くなったらじゃあ、どういうふうになんのみたいなこと、もう分かってないんだよね。まあ、死ぬと思ってないと、これちょっとやばいよね。ちょっと考えておかないとね。金子さんみたいに、自分が死ぬ時にどういうふうにしてほしいとかっていうのもさ、プランをしっかり考えてとか。そういうの一瞬でも思って、ちゃんと就活セミナーっていうのをね、行ったことあったんだけど、でもなんか全然なんかあんまりイメージつかねえな。まあ、死んだ後はどうでもいいけどさ、とりあえず、私は旦那よりも早く死にたくないな、みたいな。それはあるな、なんか。だって、お葬式とかそういうの取り仕切る自信がないしさ、私の方が先に死んだ方がさ、ちゃんとやってもらえるしさ、そっちの方がいいじゃん、みたいな、それくらいのなんか、全然考えてない感じのあれです。はい、いやもう間違いなく葬式とかの葬式体験はもう皆無に近いんで、本当なんかあれってさ、用意なんかこうすると縁起悪いとか言うじゃん。で本当になんかなんだろう、いきなり突然やってくるみたいな感じで、なんかすげえ困った時あったもん。もう体験がなさすぎて、どうしたらいいのみたいな。まだ日本のマナー、全然わかんなくてさ、ほんと困るよ。あれは、とりあえずね、前にやってる人の真似をすればいいっていうのは、なんとなく、いや、でももう、ものすごいものなんかもう、でもね、そういう知恵がわかなくなるぐらいなんか、悲しさの方がさ、先行したりとか、するんだけどね。あれはね、まあちょっと自分の時にどういうふうになるのか、ちょっとそれだよね。宗教とかって言うとやっぱそうだよね。でもキリスト教ってそこまでなんか別に宣言してるわけでもないし、まあ無難っちゃ無難だよねみたいな、感じでございます。ひふみんはだから結構好感持てるんですよ。結構、歳末助け合いとかのイメージキャラクターになられてたりとか、そういう、もうご結婚されててお子さんもいらっしゃってとかっていう、きちんとしてる人なので、私は好きです。で、53歳の時に、一回 A クラス落ちたのに復活したっていうことがあるっていうのを聞いたことがあるので、ハブさんにもちょっと頑張っていただきたいかなと。思っております。まだね、一番脂の乗ってる時期だと思うんだよね、50代なんてね。まだボケるにはまだ早い。まだ早い。とか言っときながら、私よくボケたらどうしよう、ボケたらどうしようってこの年代で言ってるわけですけど、いや、なんか、でも本当に忘れんだよ、いろんなこと。意識してないと。で、ね、私は今何をしようと思ってたんだ。そこももうボケてんのか、前は。で、検証書きをちょろっと紹介しようと思います。今年は、オーブンポットラウンド鍋つかみセット。何これ？あ、これの、鍋ね、絶対使わないと思うけど、なんか、
こういうのもなんか使わないかな。ああ、うちのね、旦那ね、マドレーヌ好きじゃないんだよ。あ、これ何狙う？皆さん、これ欲しい？欲しいのある？欲しいのないから別にいいや、みたいな。こんな鍋やっても収納のスペースがないもん、うち。でもね、レミパンはね、すごくいい。で、ちょっとレミパンね、ちょっとね、柄のところちょっと焦がしちゃって、ちょっと今テンション下がってて、綺麗に使ってないんだけど、レミパンワイドが最高です。レミパンワイド、私、日清ラオウで当たったんだよ。あ、レミパンワイドは狙うべき。まだちょっとレミパンミニは、まだ使ってない。カゴメでね。いや、カゴメのトマトのさ、コーリコピントマトもピンキリでさ、398円な、ちょっとさ、ビビって買えなかったぜ。この間一回買ったけど、トマト自体の味が美味しいから、やばいくらい食べれちゃうんだけど、今回はね、ちょっとラウンドウッドにしました。あれ298円だったから。そんなのを考えながら、いやでもお前十分ファンキーに金使ってるやんとか言うかもしれないけど、でもそういうので、何でもかんでも、湯水のごとくお金を使ってるわけじゃないですよっていうことが言いたいの。で、あとね、植草先生のことを言ってすっかり言うの忘れたんだけど、あそこのコメントのところで、私にさ、もう一件なんか言ってきた人いるのよ。30超えて付き合ってたら、友達でも3万ぐらいのプレゼントあげますよって。それ全然なんか私3万のプレゼントは高いですねって言ったのよ。じゃあ、今、あなたたち、聞いてる、ね、私のリスナーの方たち、3万円のプレゼントを友達に送る？送られたってさ、5万べ、結婚式だよな、3万って。ねえ、友達に3万ぐらいのプレゼントあげますよって。そして、婚活で知り合って、付き合ってっていうか、真剣交際なんでしょうけれども、その先まだ結婚してないんだよ。一応真剣交際だったと思うんだけど、わかんないけどさ、デートで、誕生日で3万円のなんとかが、ケチだのなんだのとかいうさ、あれをやってるわけよ。でもその3万円のプレゼントを自分で買って相手に送れるかって言ったら、どうです？ちょっと3万円はちょっと高いと思いません？これね、好きか嫌いか本気かっていうので男は随分違うよ。男は、その女性が本当に好きだったら、今持っている全財産を、プレゼントにして、落とすっていう暴挙に出るのが男っていうもんだと思う。で、女っていうのは逆に、嫌いな人から何をもらったとしても、それは金銭価値とか、市場価値で判断すると思うの。別に好きじゃない人から、高いものもらっても、そんなに心に響かないんだけど、自分のすごい好きな人から何をもらっても多分嬉しいと思うんだよね。そういう気持ちの部分が分かってない方からですね、あなた30代の時に、30歳過ぎて3万円のプレゼントを送れないような、送ってももらえないような、恋愛観だったんですか？みたいな感じのなんか言われたんですよ。それがそんなに攻撃的かって言ったら、私はなんか挑戦、え、それって私のことを言ってんですか？みたいな感じで、ちょっと、私が3万円のものをもらったことがないっていう質問なのかなって思ったんですけど、違うぜ。私は3万円ぐらいのものとかぐらいだったら、それこそ20代の時とかは、生きてましたからね。ファミレスとか、食事とか行って、ファミレスとかに連れて行かれたらもう帰るって言って帰ってたぐらいの、高飛車な女だったわけですよ。なんかね、勘違いしちゃった時期があったんでね。もう人間ってね、ほんとね、24とか23、4ぐらいだとね、なんか勘違いしちゃうんだわ。これ、ほんとに。なんか勘違いするの。それでも私の場合は、
音楽関係とか、まあ、あの芸能関係というか、あの役者のあれでも売れてる役者売れてない役者とかで貧富の差がめっちゃある仕事なわけですよ。だからバンドマンでも売れてなくて本当になんかラーメンを半分にして食ってたとか、そういうなんか貧乏なあれもあったりとか、もういきなり起きたらもううわーって売れててヒットしててバズっちゃっていきなり世界が変わってみたいな、もうなんか住まいからしてもう全然変わったみたいな、ああいうドリームを持ってるっていう友達もいたりとかするわけですよ。で、両方と付き合ってる中間的な感じなわけですね。なんかお金には困らないけど、でも貧乏な感じで、なんかあのやもう経験したし、超金持ちな、なんか生きてたこともしたしっていう、両方を経験したことがあるので、で勘違いの時期もあって、それこそシャネルだのなんだのハンだのってもらいましたよ。本当になんか武勇伝というかね、いやバブルは終わってたんだよ、私の時は。バブルは終わってたけど、ティファニーだのなんだのハンだのってね、とりあえずファンにたかったとか言ったらなんかちょっと嫌な感じだからなんだけど、なんか自分のことがに好意を持ってるようなやつに何欲しいって言われたら、とりあえずあの同じものを言って、でなんか 4個ぐらいなんか もらうんだよ。で私水商売とかやってないからね、あの4個ぐらいもらって、で1個だけなんかつけて、であとはあのなんか、うん、あれ本当私質屋は行ったことないんだけど、なんか、うん、と友達に欲しいやつに、まあ、いいねで売るとかさ、なんかそういう何をやったかちょっと詳細には覚えてないんだけど、なんか同じのもらって1個しか使わないで、なんかその男の自尊心は、あ俺があげた、あ俺があげた時計落ちてるとか、あ俺がとかって思わせといて、実際はなんかいや4個持ってるんだけどさ、これその一つなんだけどみたいな、そういうのとかをしてたよ本当に。なんか昔の今のシャネルの時計とかっていうのは、あのなんかこう性能もすっごい上がってきてるけど、昔はね結構ファッション時計みたいな感じで20万弱ぐらいで、そんなになんかあの性能は良くないけど、一応シャネルのあのこのバンドのやつがさ、あれでとかって流行ってた時あったじゃん。ティファニーのやつとかも流行ってた時あったじゃん。ものすごい。なんでティファニーのオープンハート。あの、あれとかさ。なんか知んないけど、ティファニーのオープンハートすげえいっぱいもらった記憶があるのね。あれ10万ぐらいだから、結構もらいやすかったんだよ。あれいろんなやつからもらって、今でも多分1個ぐらいはね、持ってる。うん。1個は持ってるけど、2個も3個もいらんじゃん。だけど、そういうさ、なんか、あのバカみたいなことを経て、あの、そんなね、あの、もう怨念が入るからさ、怖いよ。で、それでさ、あの、それもらって、もう、あ、こいつはもう彼女だ、みたいな感じで、ドアッと思い込んでくる人いるから、そう思い込んでこないで、この子は、結局僕のことは真剣じゃないんだなって、スーってフェードアウトしてくれる人だけじゃないから、すっごく怨念のように取り付いてくる、その一個の贈り物のがために、それに、あの、なんかこう、なんだろう、取り付いてくるっていうパターンもあるんでね。あの、ほんと怖いよ。ストーカーとか、すっごいなんかストーカー被害とかにもあったもん。そんなものをもらったがために、ストーカーとしてですね、もうずーっと取り付かれるとかっていう、うわーって、だから、怖いもん、またーって思って、だから、あの、値段じゃねえなーと思うしね。あと、だからもう最終的にあれよね。好きとか嫌いとかの気持ちが入っていれば、一緒にいても何を食べてても何をもらったとしても、それは何でも楽しいってことよ。だからそういう相手を見つけるべきかなみたいな。3万円ぐらいのプレゼントも
当たり前ですよって。だってそんなにお金持ってて自分で買えるんだったら自分で買った方が楽だぜ、うん、何でも欲しいものが、うん、いちいちさ相手の金でさ買おうとするからさ、買ってもらおうとするからめんどくさいじゃん。まあ、うん、ちょっとこの間はこの間で30過ぎたら3万ぐらいのものって言ったって、3万ぐらいのものって買うか。あ、でもなんかこの間、あの今度バレンタインあるじゃん。でバレンタインの時に、あ、なんかあれをプレゼントしようかなっていうものを買ったんだけど、それが2万ぐらいのものだったかな。うん、なんか物を大事にするタイプのさ相方なんでね、ボロいのよ。もう20年前のとか使ってんのよ。で今ちょうどさ、その20年前のやつがさ、うん、あのちびすけもそれ使い始めちゃってさ、なんかちびすけとペアになってるみたいな感じで喜んでるけど、やっぱちびすけはつい最近それはタンスの中から引っ張り出して、うお、これちょっと使いやすいかもって使ってるのと、お前が20年ずっと使ってるやつだから、くたれ具合が違うから全然違うのにって、あんな、あのなんかこう保守的なあれになるんだろう、不思議。なんかちゃんとこっちとしてはさ、美味しいものさいっぱいさ食べさせた方がいいのかなと思って、ご飯をさ大盤振る舞いするとすごいなんか不安そうなさ、心配そうな感じ、質素だご飯の方がなんか喜んでるっていうの、ケチとは違う、なんだろう、そのなんかもう1週も2週も3週も超えたさ、なんかあれなんだろうね、うん、なんだろう、老後資金とか心配してんのかな。そういう話とか全然しないんだけど、結局そう、友達に3万円ぐらいのプレゼントをあげたり返してもらったり、あげたり返してもらったりとか、それはね、結婚したらそんなのやってられんくなりますよ。ご祝儀やんって。そんな感じだよ。だから欲しいものがあったら別に。で、友達とやっぱプレゼント交換がしたいっていうピュアな思いがあるんだったら、やっぱりちょっとしたもので、済ますと言った方がいいよ。怨念が怖いから。別れた時怖いじゃん。本当に家族になって、もう永久不滅な感じになったらさ、何もらったってもいいわけじゃん。で、金持ちの男の人って、お金使わないよ。金持ちの人って。金持ちの人はお金使わないから、金持ちになるんだよって、私は返事を書いたんだけど、でもこれ以上は、ウェクサ先生のスレでは、バトルみたいなのやりたくないんで、ごめんなさいねって言っといたんですけどね。うん。そもそも、誰が横からなんかいきなり言われてきたんだけど、年収1200万ぐらいの女性が男のプレゼントに関してケチだのなんだのって言ってたような気がするんだけど、年収1200万の女ってそれはすごいのかもしれないけど、今のこれで。でも、1200万が手取りだったら確かにすごいかもしれないけど、1ヶ月100万。あれできるって。でも、ボーナスとかがあるから100万ではないわけじゃん。あと、住んでるとこにもいるよね。住むところが、まあ、私、前、独身の時に世田谷に住んでた時、20万ぐらいの家賃だったんですよ。どんどんステップアップしていったんですけど、12万8000円の祖師ヶ谷大蔵とか、成城学園前にはあまりなくて、成城学園前と祖師ヶ谷の間とか、あと、桜新町とか、あとは、どこだ？共同の方とか、千歳船橋のとことかね、13万、12万8000円とか、それ、ウィズ、私ずっと車あったんで、ウィズ駐車場6万とかだったんで、で、最終的に結婚するちょっと前ぐらいが、事務所兼仕事場みたいな感じになってたんで、20万ぐらいの家賃のところに住んでたりとかしてたんで、まあ、割と貧乏ではなかったかな、みたいな。で、収入も1200万よりも多かったかな、みたいな感じなので、
その感覚が、まあ、ちょっとずれた感覚のまま結婚したので、うちの相方はむっちゃ、こいつとは大丈夫だろうかみたいな感じでしたけどね。もう、大丈夫なんだろうかって。まあ、でもそういう感覚を、ちゃんと経済感覚を持ってる方がいいですよ。今のこういう時代。何があるかわかんないもん。だって、結構私ね、結婚式とかの弦楽四重奏とか、あとはなんかこう、いろいろやったりとか、結婚式関係とかもやってたりとかもしてたんですけど、生演奏みたいなやつとかね、もう軒並み、結婚式系は軒並み仕事がなくなったからね、軒並み。もう、あとは、ライブとかイベントとか、もう軒並み仕事がなくなって、で、あとはだから教えるっていうのも、なんかがらりと変わって、ズームで教えるなんていうのは私は対応しないから、じゃあいいですみたいな感じになって、いきなりその収入が全くなくなったりとかする時が来たりとかするんで、ですよ。全くなくなるというか、なんか、ガラーンってこう潰れちゃったりとかすることがあるので、やはり、ずっとその今のまんまっていう考えでいるよりも、通常の価値観で、これを買ったら、こうだ、ああだ、はだって、できる方がいいと思う。3万円が高いと、言えるような生活をした方がいいと思います。あと私は、今その3万円って言ったら、今私の中で、その3万円が高いかとかで、出したくないか出すべきかとかっていう前に、やっぱりその3万円で1ヶ月暮らしていける、そのコロナとかで失業して何もかも奪われて、今、住むところもなくなっているような方たちが、その3万円で生きていける、その支援に回せるって思ったりとかしたら、やっぱりちょっと年を取ってくると、自分だけの生活が良ければいいっていうんじゃなくて、なるべく社会が良かったらいいなって方になってくるので、怪しい団体に寄付したりとかはダメですけど、足長育英会であったりとか、赤十字とか、できる範囲で寄付したりとか、あとは世界とかに目を向けて、世界の貧困層なんとかとかっていう支援とかに、そういうなんか余力の部分で何かっていう部分があるんだったら、回せるじゃんっていう考えがふっと思い浮かんじゃうのね。もちろんなんか、何かを送るとか、それはしますよ、しますよ、しましたよ、私だってね。それはね、うちのちびすけのね、コーチとかにね、それなりのものを、ね、本当にその方のおかげで、すごい、なんか、ぐんと良くなったんで、そのコーチも、まあ、地味なね、コーチの、地味なコーチで、いつもなんかこう、もう、努力となんかこう、つましい生活をしてて、まあね、アスリートなんて、プロのあれでね、一部の人しか食べていけないわけだから、ああ、この子にはなんかこれもう自分の子供みたいな感覚なわけですよ。別に、彼氏とか、そういう、好きな男っていうわけじゃなくて、で、子供と、うちの旦那と、行って、さ、して、水泳やってる人だから、ちょっと、試合の前に、こう、ね、ランニングしたり、何したりとか、集中する、こういうさ、なんかヘッドホンみたいなやつ、イヤホンみたいなやつ、あれで、やっぱいいやつを買ってプレゼントしたいなって言ったら、それ確かに3万は超えたと思うんでね、3万は超えてたような気がするんだけど、何万超えてたかわかんないけど、値段気にしてないからわかんないけど、そういうのとかプレゼントとかしますよ、その人に。これをあげたいっていうものがその金額だったら買います。でも、じゃあ、私に友達、例えば、片栗粉さんとかいるでしょ？友達だよ？ね？友達ですよ。
じゃあ3万の何か送りますかって言ったら、いきなり私が3万の何か送ったら、片栗粉さん、むちゃくちゃ圧力になると思うから、もう、そういう、この圧力のかけ方とかは、しないよ、そんなの。圧力になる。3枚もらったら、半返しぐらいしこないととかって、思ったら大変じゃん。その、だから、その、やっぱり、なんか、あんまりそういうものとか金額とかそういうんじゃなくてさ、気持ち的なあれとかもね、あれタイミングとかもそれだけでも嬉しいとかさ、そういう方にね、うん、あれですよ。ああ、そう、片栗粉さんがメロンが好きだっていうので、あのメロンをメロン狩りに行って自分で買ったメロンをプレゼントしようとかっていうやつあって、こっちから行ってそこに行って、まあ、ここの近所でメロンないんでね、静岡までメロンの農家のメロンのところまで行ってメロンを取ってとかって言うと、全部交通費とかなんちゃら費とか合わせたら3万以上行きましたわ。でも、もうそのプレゼントが3万っていうわけじゃないんだけど、一応そういう気持ちで、家族全員でね、家族全員で行くからそれぐらい交通費かかるんじゃいって言われたらあれなんだけどさ、そういう気持ちを込めて、俺が収穫したメロンだ、プレゼントだとかっていう、そういうことの方がプライスレスに楽しいんじゃないかなっていう、なんかもう、あの物欲がね、もうそもそも抜けちゃったんで、物欲抜かしての、なんかもう人が抜けたんだよ、もうその、何が欲しい、金が欲しいとか、あれが欲しいとか、なんか、あの、そもそも指輪とかも好きじゃないし、貴金属とかも、いろいろつけたりとかするのも好きじゃないし、なんかこう、バッグとかもね、全然好きじゃないし、本当に、私のなんかあれで、すげえ貧乏こじきとか、今こんなの持っているとかしてやられるけどさ、いやでも今持ってるのはドラゴンズのオーナーの、あれだぜ、バッグだぜ、ドアの。あれ、意外と高い金額をさ、ドラゴンズに払ってもらえるノベリティだからさ、あれは、こじきじゃねえんだぜ、お前ら、分かってっかみたいな。プライスレスなんだぜ、みたいな。ちょうど、カゴレジのカゴにさ、すっぽり覆うような感じになる、マイバッグみたいなのあるんだけど、あれで歩いてるからさ、なんかもう、ただの貧乏とか思ってるかもしんないけどさ、一応だから生きてた時はちゃんとそれはね、いろんなバッグとかって持ってたんだよ。だけどさ、なんかなんか家がウエッティだったんでさ、あんまりなんかなんて管理ちゃんとずっとさ、除湿機とかちゃんと回してなくて、カビたりとかさ、あとはうちのちびすけに、ものすっごく高いネックレスとかをぶっ壊されたりとか、いろんなことがあってね、もうそんなの集めてもしょうがないやって。で、そのぶっ壊されても、もう、ね、真珠とかさ、あんじゃん、ほんと高い真珠。あれよね、ちびすけにね。ぶっ壊されたわけよ。ブン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 って言ってて、真珠の玉がパーン。でもさ、そんなのさ、全部拾い集められなかったしさ、もうどうでもいいやと思って、てめえ、壊れろとか言ってて怒ってさ、全玉拾い集めて、現状回帰しろとか言えないでしょ。いやいやいや、もう、かかざるもない、いつかはなくなるとか言って。そんな風になっていかないとさ、やっていけないぜ。うん。子供がさ、猿のように大切なものを置いといてもさ、あれなんだから。でもどうせ死んだ時なんかさ、どんな高級な何かを持ってたとしても、その何万円もする、何十万円もする何か持ってたとしても、そんなのさ、あれだぜ。持っていけないんだぜ。ああ、時計だって持ってるよ。それなりのやつ、持ってるよ。だけどさ、それを、つけてるかって言ったら、つけるの好きじゃないんだもん。だってドラム担当だったからさ、手はさ、こういつもこうってやるわけじゃん。だから、で、腕時計がダメになるじゃんとか言われたらつけらんないじゃん。で、時計は気になるけどさ、スマホ持ってんだからさ、もうそれでいいじゃん。しかも私スマホ3台常に持ってるから、3台は持って、いるんで、3台は持って歩いてるんで、
あのもうそれで十分じゃんみたいな。買ってもらったことないのっつったって、これだって買ってんの旦那の金だからね、あの家の金ってか、スマホ買ってんだから旦那の金じゃん、買ってもらってんじゃんみたいな。全給料全部だって、あの我がものに、我がものとして使ってるわけだからさ、それ以上もうないやん。ほんなら3万どころじゃないやん。もう全稼ぎは全部私、全稼ぎ私のもの、私の好きなもの、私が好きなタイミングで買うって言って、そして私が、たまに一緒に食べれるご飯だから、ちょっと豪華なものをって言うと、すごい不安そうな顔するんだよね。だからさ、特に今日なんかは、いや、ちょっともうほんと外でご飯食べようと思ってたのにさ、あんたらが二人ケーキなんか作り始めちゃったからさ、外出れんじゃん。もうご飯も炊きたくないしさ、おかずとかないからさ、もうパスタだよとか言って言って、パスタって言ったってさ、具なんか、具っていうか、そのね、いろいろなんかないよとか言って、それで、あれですわ、おかず、なんかね、とりあえず、信州の、キノコの、あれでね、インスタがあるんですけど、インスタにね、アップしたんですけど、ないよ、何にも。今日風呂の日だったんで、今日っていうか、昨日ってなのかな？風呂の日だったんで、風呂にずっと入ってたのよ。なんか、ワイワイなんか作ってたからさ、音出しちゃダメじゃん。だから、音出さないようにして、これ、キノコをさ、わざとこう出して、ちょっと即興でやったんで、なんかちょっと変なんだけど、もうちょっと、なんか、キノコっていうのをアピールしたいな。で、これよ、これ。やつがこれを作ってたんで、やつがこのケーキを作ってたんで、もうないよ、何にもって。これが最後の高リュコピントマトですわ。で、これがパスタです。で、これでご飯よ。こんな質素なのに、これの方が喜ぶっていうさ、で、多分これだよ、不安そうな顔。これ、いくら、頼むとは言われてないけど、不安そうな時の晩ご飯をこう、あ、でもこれじゃないな。もうちょっと不安そうな時は、もうちょっといろ、あ、こういうの、ちょっと不安そうになる。これで、もう今度食べれないよ、そんなにいっぱいとかなんか。なんかね、不安そうにして、になるのとか、なんかあるわ。そのいっぺんに作っても食べれないからとかさ、こういうのとかさ、これなんでこれ一回に全部作っちゃうのみたいな。一個でいいよ、一個でとか言われたりとかするんだけど、いやだってさ、全部バーンって、乗せたいからさ、作るんだよ、とかって言うと、とか言って。こちらの方には、ですね、こちらのアカウントの方には、うちのちびすけの手料理とか、ABC クッキングとかで作ったやつ。あ、これ、あれね、青旗のやつです。はい。これ、前回の青旗のやつです。これ、しびのすけが作ったケーキです。あの子ね、料理を外で、やるようになってから、ABC クッキングでやるようになってから、すごくね、手際が良くなった。キットで作ったんですけど、今回 ABC のキットで作ったんですけれども、結構ね、上手にね、キットと同じような感じで作ってました。なんか手際もいいし、なんかいろいろ、これを作ったんですけど、この通りに作れる。ABC クッキングのすごくいいところは、このレシピの、このなんかあれを、なんだろう。これを、これがキットでしょ？今、オンライン授業とかもやってて、そのオンラインだったらその食材が来るわけじゃん。したら、全く同じのがちゃんと作れるっていうところがね。評価できますね。これね、2時間ぐらいかかってます。30分ぐらい焼いたりしたのかな？工程がこんな感じで。こう一応レモンの皮を絞って、とかなんか食紅入れたバタークリームで、とかいうこの工程を全部やって、
作ってました。もう手際もよく、ちょっといや、もしやっぱりオーブン買いたいなみたいな。オーブン私あれ嫌がらせをさされててさ、で毎回毎回さ、あのお金がさ向こうかあっちからあっちに流れてて買えなかったんだけど、今年買おうかなと今回から買おうかなって。やっぱ子供がパンとかケーキとか作れるようになったんでね。うん、なんか辻ちゃんのお子さんがパンとかクッキーとか作ってすごいなんか絶賛されてるじゃん。ああいうの微笑ましいよね、すっごい。うん、ああいうの微笑ましいなと思って、ちょっとうちもちょっとそういうので子供がちょっとパン焼きたいなと思った時にすぐ使えるような、オーブンを買いたいなと思いました。今ねオーブンの予熱をってやった時はなんか変な煙が出てきたよってって、私ちゃんと掃除してるけどどっかから煙が出てくるんだねとか言ってなんか掃除してた2人でなんかワイのワイワイワイやってた。今回これ紹介してるのはちまちまね喋りながら紹介してるのはライフのやつでございます。ライフの、はい、月曜日からね検証当選はなかなか来ないと思うんでね、今から取っちゃうね。検証もね株主優待もねもう追ってたらキリがない。これもあれもそれもどれも全部自分のものみたいな、全部自分のものにならんから、ご縁のあるやつをさストレスにならないようにさやろうぜみたいな。このせんべい習慣も気になるんだけどさ、私さ参考成果もさ神田もさまだいっぱいさあるからさ、そんなにまだ買わなくてもいいんだよね。そしてこれが気になるんだけど、 ST の、生活応援キャンペーン、 ST のさ昇進力さ、もう、うちのちびすけがさ、シャ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 やるだけだからさ、ちょっとなぁと思って。あとこの、名刀のカスタードプリン、これ148円でライフで売っておりました。買おうかなぁと思ったんだけど、ちょっと3月31日までだったらまだいいかと思って。あとは、これは、パンツ？パッド？なんだろうこれ。ザルバみたいな尿漏れパッド、あ、ザルバ尿漏れパッドか。まだこれはお世話になってないな、だから応募することはないな。だから絶対いらないものはやらない方がいいです。ひな人形のさほなんか防虫剤のわらべっていうのがなんか出てるじゃん、最近また出てるのよ。それねもうね、ひな人形ない人はね、買わない方がいい。うん。うちあれ結局今も残骸があるから、頑張って買ったんだけど、頑張って買って、レシートとバーコードで応募したけど、外れたからなんだみたいな感じ。去年初参加で初外れ。で、やめた。で、これはね、なっちゃんなんでね、うちね、ジュース飲まないからね、きついんだよ。飲もうと思うのはね、これ全フレーバー売ってないね店で。一番売りたいのは多分ミックス、新しいフレーバーのフルーツオレ売りたいみたいで、ナッチャーのオレンジかフルーツオレかしか売ってなくて、うんって感じですね。この隅っこ暮らしはそんなに人気なのかな、いろんなのとコラボしてるけどこれはそんなに人気なのかな。一応私持ってんぜ、祖父で当たったやつで、このお家でもお外でも楽しもうってやつ、これ何当てたいですかってこれ言っちゃう、これ家です、家でさやっちゃう、家で持っとく、実家帰った時にやるとか言ってて無理だよ、どっか外で焼くって、今なんか世知がないんだよね、外でさ肉を焼くのもさ、いろいろな問題があるんだよね。なんか、車中泊とかも、あ、ここで止めてたら大丈夫だろうっていうところに止めててダメらしいからね。世知辛い世の中です。で、これ女王がね、
JA 全農長野。なかなかないね。あ、こういうのもいいね。この、この、なんか、この、あんかけかなんかで、あんでやるやつ。なんかもっと抜本的な、なんか、ウェブホットをちょっと考えよう。結構ね、私オムライスとか作るときに、えのきをね、刻んで入れたりとかで、でもえのきね、全然なんか料理にならない。映えない。出てこない。なんてもう、なかったものになるんだもん。かさ増しで、ご飯にえのきを、こう刻んだえのきを入れて、で炒めて、で、うずらって書いてある、アメブロを見てくださってる方はいますか？いますか？アメブロとかね、見てくださいね。そうすると、あと、なんだ、これ、うずらって書いてある、ここのところにね、えのき入ってんだけど、全然見えないでしょ。全然見えねえな。うん。ご飯の中にえのき入ってんだけど、全然見えない。で、これ、カゴメの氷コピントマトとカラフルトマト。今回カラフルトマト買うのやめた。ちょっと、節約に励んだ。こういう感じで、くるんと巻かないで、こういうなんか、お化けって感じのにしてみました。これくらいの、卵料理をですね、ちゃんとこれ、卵を、まあ、ちょっと白いところあるけど、卵をきちんと、溶いて、泡立てないようにして溶いて、ある程度の熱で、卵はね、卵料理の火加減とかは、弱火ではダメで、ちょっと強火でグーッといって、ちょっと短時間でやるっていうさ、そういうので、卵料理がしっかり作れる人は、これは料理が上手みたいな感じで。逆に卵料理が変な目玉焼き作れないとか、いつもなんかまだらな、卵焼きしか作れないとか、そういう人はですね、ちょっと料理がこの人は苦手なんだな、みたいな。で、料理がね、飯まずとかだったらですね、人生が、やっぱりちょっと、人生の後半は不幸になるかな、みたいな。美形で生まれると、人生は幸せだって言うじゃないですか。飯まずだと人生の半分は損します。そして短命です。うん、もう、美形で生まれてきてないあなたは、せめて料理で、男は胃袋で掴み、後半の人生をバラ色の人生へ。ディズニーランド貸し切りプライベートイブニングパーティー。こないで行ってきたよ。うん。私。なんで最近ベイマックス言われてんの私。そっくりらしいよ、これ。私がなんか一生懸命必死こいてチャリ乗ってるって。いや、だから、私チャリ乗らねえって。チャリ乗らねえって。ふざけんな、お前らっつって言ったんだけどね。はい。で、プリマはですね、プリマのこの晴海郵便局のキャンペーン事務局は、ここ、はがきを2枚、はがき複数の応募はがきで応募することができます。要するに、ここに切手を貼らないで、封筒で1つで84円で、バーンって送ることができるので、ここにプリマのコウ君のですね、コウ君とかこれの、やつ。今までの、プリマチャレンジをいっぱいしてきた方は、いっぱいこのバーコード持ってると思います。ぜひですね、これ応募してですね、当選率はすんごい低いと思う。でも当選数もすんごい多いんですよ。5000人ぐらい当選するんで、ぜひ。当選、プリマのディズニーの当選で、やっぱり一番当たるのは、これ系ですね。これか、スーパーの、700いくらぐらいのハードルのやつ。あれが一番当たると思いますよ。実際私が当たったとか、そういう成功体験があるので、3000円近く買わなきゃいけないやつは、そもそも当選人数が少ないから、
当たる人数もそれあんた少ないよみたいな感じで、私は今日ライフで買い物して、ちょっと1000円超えるやつはこれで、お金はあまり使わず、お金の支払いはね結構ね、端数が100円とかケチし金額で、買いましたということで、ライフの、検証ハガキを紹介しつつ、なんだろう婚活談義とでも言いましょうかね、させていただきました。いい感じに時間も経ってきてますので、ご視聴ありがとうございました。